ランさん。私のこの髪、綺麗って言ってくれたよね。好きだって言ってくれたよね。じゃあもう切っていいんだよね。できない。苦しんで死ねばいいのよ。あの女も絶対こうなるから一生後悔させてやる。はい、ということでエクステを切りました。はい、エクステがね、もともとねこのぐらいの長さを希望してたんですけど、すごく長くつけられた感じだったので、すごいさっぱりしました。まあ地毛もまあ切ってしまう感じでハプニングがあったんですけど、まあ最後にそれはちょっとNG な感じで載せようかなと思ってるんですが、だいぶさっぱりしました。で、具合の方はですね、まあ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 、すごくまあ今胃腸もぐる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 言っててですね、まあ相当お腹痛いんですけれども、本人は本気で元気です。今の演技というか、まあ見たらうわーって奪い合いのですねシーンをやってみたんですけれども、即興です。本当に即興です。なのでメイク、シンさんのメイクは本当悪意ないので、皆さんフラットに見ていただけたらなと思います。なので盛り上げ元気だなっていうことを見ていただけたらなと思います。すごいね、せっかくね断髪するんだったらあんだけ思いっきり綺麗にわーって切りたいなって思ったの。だからそしたら地毛まで切っちゃったっていう、まあまあまあ仕方ないオチだったんですけれども、まあこれから動画も撮っていくんですが、取りだめも何個かこうあるので、あれ盛り上げ髪長くねみたいな時とかもあると思うんですが、これからもよろしくお願いいたします。ちょっと今日の動画は本当にやりたかっただけなので、ちょっと様子見ながらちょっと編集してですねやった感じだったんですけれどもいかがだったでしょうか。まあまああれが本当の顔なのかもしれないですし、まあ私もランさん様子があるのかもしれないですけれども、ちょっとね面白かったです、やってみてやっぱモーニングルーティーンの時もそうだったんですけど、やっぱり演技するのは面白いということで盛り上げでした。またね、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとこちらに登録ボタンを出しておきますので、登録よろしくお願いいたします。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。今日のちょっと動画をですねシリアスな感じで最初始まったんですけれども、ファニーで終わりたいなと思うので NG を、まあ、ファニーか分かんないですけど見てください。それでは盛り上げでした。バイバーイ。ねえ、痛いのさ、吸ってちょっと待って、私さ今地毛切んなかった。絶対切ったよね、地毛、うん、やば、地毛切ったよね、うん、切ったよね、今やば、やばちょっと待って、本当にやばい、ちょっと待って、本当に切ったよな、やばやべえよ、今事件起こった、いろいろとやべえ。